給と片松の給湯ですけれど、私の武道では何回も言うけど、素手同士やったら力を抜いたもんと力を抜いたもんの私の武道の中での練習ではない。相手がある程度力を入れてきてくれるという前提での練習になっている。杖と刀でも、刀が引っ掛かってくるという前提になっている。刀が後ろに下がってというふうな話をしていない。刀で切りかかってくるかどうするという前提になっている。刀と素手の場合、合気道なんかでも刀と素手の場合、相手が切ってかかってくる。しかも一本切りで、しかも正面で、そういうふうな前提になってる。どこの流派でもそのようになってる。担当対素手の担当がついてくるという前提になってる。担当下がってもう学習して、いろいろ後ろへ下がったり何やかんやする。そういう前提じゃない。どこの流派もそうなっている。99%。刀が杖に切りかかる。刀が担当に切りかかる。刀が急湯に切りかかる。な、大体そうなっている。はい、それで、はい、これも中東で、まあ、切りかかった場合、有名な技やけど、これで、はい、切りかかった場合、はい、これで、はい、切りかかったら、飛び前に出て、これを流して、飛ぶ。これも、切りかかってくるという前提、しかも生命を切りかかってくる。だから、これで、あいやーこれで、こういう前提になってる。ね。ただ、これゆっくりやって、この前で、はい、振りかかってくるから、シューって、これ、やるか。はい。ちょっと遠い面にしておいて、あいやーこれでやるか。とにかく、まあ、ある先生よく、こう受けたらあかんやんです。こう受けたらこれ1本やん。これ2本やん。手2本やん。これ短くて軽い。これ長くて重たい。こっちやから力が絶対強い。だからこれやったら、ブリンと。ブイッと頭やられる。まともに受けたらあかんよ。高気温をまともに片手で受けるようなことはダメだよと言ってる。それで長さんというか、こう長さんというか、と言ってる。僕はそれは、そうやな、一瞬にぶつかったら日本というか、直角に重たい方の軽い方やったら、風一本の負ける。だから斜めに流すんだよ、ということよくわかるな。それで、これは非常に、そういう意味では優れた技なんだけれども、面という約束のもとでやっている。これどう来たらどないなのか。な。多分どうの方が、へい！で、これ、振りかぶって打つ。これ、これね。振りかぶって打つ。振りかぶって打つ。これと、受けて打つ。まあ、同じぐらいに、やっても。
多分これの方が小さい。これで壊れて壊れてたら遅い。受けたつもりの時にどうやっているか、もう遅い。こうやってやったら打った時とこれが重なるけど、な。こうやった時にここへ来とって後からこうしたら、多分これの方が遅れる。てか、まず勉強。よっ、ちょっとでも気持ちだけでも流れてくれるし、ちょっと気持ちだけの筋張りしたらいいことになっているし、いいんだけど、これがどう来たやつを見損ろうて冗談を受けていたら、どないな、ほらどうも、ちょっと早い。な、だからこれも俺から言わせた。方としては、相手が弁を打ってきてくれたときには非常にいい受け玉しての弁打ちだと思いますけれど、それが実はどうやったどうでしょうかという場合、向こうの方が早いから飽きませんなということになる。だって弁が来るというふうに想定したことが間違いですよということ。だって、面来ようがどう来ようが何でもいいと。安らくなんてないと。いうような考え方でいかんといかんと。面来てな、分かった。話しといてやろうな。な、やつはあかん。いつも言うとな、学習した後はあかん。言うてる。面来てくれる。うん。学習した。な、それで来てくれよ。これくらいするからな。そんなあかん。あかん。だから君よう言ったやろ、学習した後はあかん。だからこれ始めたら、何来るかわからんという前提ではなかったらさ。うん。だからこれ。ということは、やっぱり、あれ、殺さんと案内ないよ、一つ目。だから、ほっつほっつこれ、あの、君今何引っ掛けたんだっけ、引っ掛けたんだ。そうですね。うん、な、これ、何するか分かんない。という前提なんだけど。目、ついてくれる。そんなんない。何するか分かんない。ほっつ何するか分かんない。だから、今のこと、何するか、という前提でなくて、だから、毎回、投与、投与、一瞬、シューッとついていく。な、一瞬、一瞬、ファッとファッとついていく。いうふうな、はい、何来てくれたか言うて、メイン来いとか、どう来いとか、月来いとか言うて、だから、これ、一瞬にして殺す。この10センチか15センチ、の距離、な、進みながらの、どっちだっけ乗ったら殺す。乗られたところで何するんか君知らないけど。乗られたところで、乗られたところでってこと。あれよ、この、ここで、プッてすると、プッてプッてってこうなる。まあ、ここでもポッと打ったら、もう、ここにしか半分だ。なんかそういうふうなことを考えるといかんじゃないかなと。短い方を待っとったらか。待っとったらいかん。向こうは自由に行けよ。待っとったらいかん。待っとくんやと逃げろよ。な。
逃げられないんだ、自分から生きる。そうすると何来るか分からない。それを潰していかないと。だから、必殺を殺せ。必殺はこっち向けるか、こっち向けるかしかない。まあ、下もあるかも分からない。こっち向けるか、こっち向けるかしかない。この必殺を殺す。必殺を殺すには、この結果だけあるから自分から前へ行け。前へ行ってから何か倒せ。逆に何かしてから前へ倒せ。両方同時にする。両方同時にする。だから、これやったらこの落ちかない。これやったら乗るしかない。ファーッてと怖いの。殺されかけたら、下がられたらまた怖い。君下がれねえよ。だから、そこってと、下がられたら痛い。俺やって下がる。で、下がられたら、もう、待って待って。ただ、下がって何かされたら負けやいと言うて、ただ下がっただけやったら勝ちますからね。だけど、それ普通、教えてなかった。相手、俺これすると、これしたらお前、こうしたら、俺別所ないぞ。で、そんな親切な体制相手、俺、次から次から逃げ技を教えてくれるか。俺こうすると、待てよ。な、お前これなし、勝つ。で、教えてくれるか。それを、俺学習してからやったらダメやよ。学習させんようになる。この10世紀のここでも、ここからここへ入ってきた時にも殺さないと。それが位置がこうな。で、このまま入って、これも入ってからこうするんだよ。こうしてから入るんだよ。ここでちょっと入ってこうしたこうした小さいの打つあっパッパッと打ち落としこれでそれと、俺、あそこで止まったらあかん。相手が下がることを考えて、止まったらあかん。あと、いいか、斬新連続じゃ。いいか、斬新連続じゃ。パーンと、ちょっと、ここまで、ここ、これでいいの。すっとだけでもいいの。重ねて引いていくのに。な、ついたら持っていい。てか、全身連続で。全身連続。さあ、ちょっと、ちょっと、全身連続。ということで、乗る、くるっと返す。打ち落とす。ついていく。全身連続。じゃあ、今日もそうなったって一人使う。な。そういうことだ。特に、これ。これだ。ちょっと、ちょっと、ちょっと、左手使うことだ。もうこれでいい。使うのも、ここでスーッと吸っていくだけでいい。それが、あれであって、僕は剣道の佐々木の和田さんの俺のうちの一本目はそういう意味で面こいなんか俺受けて面打つ流して面打つなあ危ない約束しとったらあかんな約束ない何来るかわからん自分から戦闘で攻める
え、そういう意味でこれもちょっと考えて。めめんって君。はい。ああ、いや、はい。いいですか。はい、はい。そんな面やった。そんな遅い面やった。あ、早く行く。早く行きます。早い面やった。剣道の面はな、はい、こう構えて、はい、ちょっと早い。一発が来る。と、こう行く。こうなったの。これ、ゆっくりやった。これ。はい、早かった。面が早かった。な、けど、面と、レザー。面と、レザー。面、面、一、二、面と、入らんという。な、さあ、それで、面とでいけるなら、面、面出す。けど、はい、面、面で何も知らなかったな。最初、何も知らないですよ、僕ね。はい。うわぁ、それでも遅いな。はい。あ、いや、はい、はい。おとり。ちょっと遅い。遅い。一つにはゆっくり説明するよ。もうちょっとさ。ゆっくり。はい。ね、はい。こう来ちゃう。遅かった。はい。はい。え、はい。こう来ちゃう。肩としては、はい。ゆっくり持ち上がらないで。はい。ねえ。こんな。な。はい。それから、もう一つ。それが一番いいね。ちょっと遅れてる。ねえ、振り返ってくるやろ。けど、どっちがいいかな。さあ、って出る。さあ、って出る。はい、来てくれる。ほう、はい。それ逆襲したんですよ、ね、逆襲して勝つか負けるかの話じゃないんだね。コロンブスの卵でもコロンブスがやってみんな真似して青いできたりできたお前真似しただけやねっていう逆襲したんで、まあ、それは後でします。自分ら今日も言ったよ、研究しますだから。これで言われて、はい、一回見つけます。はい、だけど今みたいに、はい、またゆっくりこうしてこう抜いてこう来たら、ただ剣道の練習こうする、こうしてよ、もうそんなもん、次どう来るのかな。学習したって、お前肩で決まっとんやん。だから、はい。これでな、はい、剣道の練習。こうするよ。な、引いて面をどう切る。ビューンと入る。ほら。そんなやつをね、約束あかんねん。あ、そう来てくれるか。あ、わかりましたよ、これなの。うんうん。はい。はい。わかりましたよ、これなの。
学習したんだ。いいか、もうみんな同じことやっとる。もう次何するの分かっとるんです。もう学習した結果や。だからこんなわけだよ。俺が言われたら、はい。学習した結果や。こうしてそのまま足引きついや、そんなにだ。いや。これこうだよ。なあ、こう背中下げる。ああ、学習者に学校しましょうみたいな。あ、僕こうしましょうみたいな。なんだやだ、僕こうしますわ。おめでなんやって。学習しようと思ったよ。神経症候群で学習しようと思ったよ。今日言うてん。強い力と弱い力の。ブドウゲームですよ、ね、学習した後のあれじゃないよ、いつも言うてやる、いつも言ってつまりだったら分かっていいな。だから剣道のやつも肩でやっているということは学習でやってる、うん、だからそうですね、これで難しいよ、はい、これも今やこれで受けたわけじゃない、よくよくだから、ふっ、ふっ、ふっ、これでいい。だから、これ、大切なことは、ね、ふっ、ふっ、横へ行って、気をつけよう。一本と二本でこう受けたらあかんよ、一本で、二本で、軽いんだよ、重せんだよ、まあ、ともに受けたら負ける、流し受けせいだよ、欲張らない関係ない、お父さん好きで、ブリッジ、はい、はい、これ、よく通るな、だから、これいやーって、ほったいって、これで言うと。ここで何か考えたらもう遅い。だこれをいかにやるか。受けた瞬間、軽い力を入れるとか、握りにな。ほっ、ほっ、ほっ、だから、こうなるのかな、足はな。こういうふうな終わり方、面白い。線の線を取って前を殺しているか、ゴロ線、な、ゴロ線、ゴロ線で、はい、相手の中心線を外す。ゆっくり。中心線な、中心線、中心線、はい、中心線、中心線、中心線、ハウス、でね、俺も肩に来られないと思うけど、これはちょうど中心線じゃないけど、横行ってここで中心線になるよね、だからこれで入って中心線、外す中心線、こういう技が短いやつでは面白いな。だからそれとこれやっぱりここでやるんだよな、これな、こうこの足揃えたらすまへんって教えてやろう、いつも、いつも、後ろで前足を動かしておく、はい、入ってみる、ほっ、ほっ、前足を動かしておく、
そういうふうなのが言い訳だ。言い訳だ。ただ、はい、同じ合わせでもちょっと遅れる。こんなことがあります。はい。ちょっと遅れる。はい、ちょっと遅れる。こう。こんなの。そう言われたら答えも書いたら天童も足立さんもまだどんなんかな研究してみあ足立研究さんもまだこんなことしそうなこれ先生のように学習後のまで学習前のまでそういう勉強するそれで今重要なことを言うたと岩崎から剣道小立三本技と言うたな、はい、研究センターと